ギュスターブ・クライは日本の競争馬。主な勝ちクに2012年の阪神大賞展。馬名の由来はフランスの画家であるギュスターブ・モロー父の名前の一部。2010年11月14日、京都競馬場での2歳新馬戦でデビューし、6着。2歳児は参戦して未勝利に終わったが、年明けて3歳となった2011年1月の未勝利戦で初勝利を挙げた。 登場して、東京競馬場の500万下条件戦も勝手に、連勝とするが、弥生賞6着、青馬賞も4着に終わって、春のクラシックには顔を出さなかった。5月の白百合ステークス3着の後1000万、下条件で3戦、連続3着、11月の痩せ特別で2着とした後12月、中山競馬場の1000万下条件戦を勝って3勝目を、上げ、 4歳となった2012年の初戦である、早春ステークスも制して、オープンクラスに上がる。続く、ダイヤモンドステークスで敬愛同祖人の二着とし、3月の、阪神大退焦は、前年の三冠馬オルフェーブルが3コーナーの手前で一時、一層仕掛けたところを尻目に抜け出し、直線でも理解してきたオルフェーブルを半馬新作出して、大金星とも表現される、重賞初勝利を収めた。 その後は、天皇賞5着、秋初戦の京都大賞典3着、アルゼンチン共和国媒6着と勝てず、アルゼンチン共和国媒のレース中に、右前浅く剣不全断裂を発症して、競争能力喪失の診断が下ったことにより、11月8日付で競争馬登録を抹消された。引退後は、滋賀県東大見市の忍者ホースクラブで乗馬となり、乗馬としての教養のほか、 休養中の競争馬に対する調教パートナーも務めている。忍者ホースクラブが法人化して、ビガース・スティーブルと解明後も引き続きつなぎようされている。以下の内容は、ジャビスサーチ及び netkeiba.com に基づく。ありがとうございます。